さて、しきりに後方を牽制する5番の武田和也、誘導員の後方、1番の重倉が現在後方につけて動いていきません。さて、どこから仕掛けるか。さて、5番の武田の番手が激しくもつれる展開。1番の重倉が現在後方につけてバックスレッジへ入っていく。一気に1番重倉が踏み込んできた。ダッシュを迎えていきます。5番の武田が突っ張るような体勢なんだが、リングを救って前に出た。1番重倉が先行体勢。そして、番手は4番の児玉の清水。そして、5番の武田ですが、現在3番手に切り込む展開から追い上げるような形になりました。現在4番児玉と5番の武田で番手がもつれる。レースは最終周回。逃げていく1番重倉、その番手もつれたが、4番児玉が守った。3番手で7番の長村と中ペースとなって、現在4番手が6番構図。そして現在5番手が5番の武田になって、第3コーナーの間に勝った。先頭は1番重倉。番手は4番の児玉と清水。3番手で7番の長村が続いて、中ペースとなって、第2センターから4コーナー。先頭は1番重倉で待っている。番手から4番児玉追い込んでくるが、粘る1番、中終わった。3番車!3番の大崎です。